カズチャンネル10周年おめでとう。はい、というわけでどうもカズチャンネルのカズでございます。なんとですね、6月の4日す今じゃない、今日じゃないですよね。あの6月の4日をもってですね、カズチャンネル、丸10年経過いたしました。いやー長いっすね。そうそう、いろいろ変化ありましたね。10年ぐらい前からね、あの YouTube 見てる方いらっしゃいますか？最初のね、カズチャンネル、なんだろう、例えば1000人、登録者1000人以下から見てますって人いらっしゃいますか？いや、めちゃめちゃ懐かしい。今ね、ちょっと自分のチャンネル見てみたんですけども、まあまあひどい。まあまあひどい。ちょっと見てみる？まあ、例えばね、これが私が一番最初に出した動画みたい、これ。これやばいでしょ、これ。これやばいでしょ。喋らずに、なんか、適当なテキストだけつけて、なんか水の中を泳いでるっていうね、自己動画です。ほんで、それからしばらく経って、ジェット大輔さんですね。いや、もう、そのジェット大輔さんに憧れて、わ、俺もやっぱ喋って、なんか紹介したりとか、そういったことやってみたいみたいなね。喋る練習やりてえみたいな感じで、出した動画はこれか。手に入れました。いやー。これ。iPod Touch の2010年モデルですね。いやー、いろいろやりましたね。いろいろとあった、本当に。ほんでね、見てみるとね、やっぱ今と昔でいろいろ変化してて、今の方がね、手抜きをしてないなっていう。昔ね、いいも悪いも一人だったからさ、いや、これ限界だからこんぐらいでいいかみたいな動画が結構いっぱいあってね。これなんかね、見て、このネクストアップ応援してくれてたみんなすまんみたいな。本日8月22日は何の日？こういった感じなので朝早いでいいです。疲れた。よいしょ、ダイヤモンドヘッド。どうでした？そういうビデオ作れたなと思って、要は何かのやつに落選したから、応援してくれた人ごめんみたいな動画なんだけども、マジ謎だよね。他にもね、水がいが届きました、美味しいみたいな動画があったり、灯油の給油ポンプが届きましたっていう動画があったり、今じゃね、出さないような動画がめちゃめちゃいっぱいあるのよ。っていうか、ある意味ね、すごい変化したなと思いました。いや、これなぜ変化したのかっていうと、なんだろう、自分の中でやりたくないやつとやりたいやつがすごい出てきて、もうあんまやりたくないなみたいな、なんか報告的とか、なんかちょっとした報告だけになるのは力入れてないなみたいなね。やっぱある程度力を入れて動画を作りたい、なんか昔より真面目になったといういい言い方すると真面目になったみたいな感じなんだと思います。ほんでさらに理由があって、まあこれもう切実な YouTuber の悩みだとは思うんですけども、ある程度再生回数をね、気にするようになったってのももちろんあると思います。最初ね、動画を出し始めた時ってさ、本当に、まあ、自分が再生したんじゃないのみたいなね、もう3回とか10回ね、20回50回みたいなね、2桁ね、1桁だったり2桁だったりしててさ、もう全然再生されないわけよ。だから、なんだろう、ある意味数字に対して興味がなかった。いや、もちろん興味あったよ、いっぱい100回超えたらうわ嬉しいみたいなね、もちろんあったんだけども、今はね、この YouTube で生活ができるようになったっていうこともあるから、最低限まあこんぐらいは再生されないといけないなみたいなこともやっぱりね、頭の片隅にやっぱあります。それはやっぱね、適当な動画とか、あとはね、この視聴者さんにあんまり響かない内容の動画ばっかり作っていくと、やっぱり興味がね、どんどん薄れてって、もうどんどん離脱していくってことにつながっていくんですよ。ほんでこの10年とかね、ほんと数年前はYouTuber がめちゃめちゃ少なかったんですよ。ほんでそれに対して視聴者さんがね、結構多かったんですよね。もちろんその年代と比べると今の方がより視聴者さんがね、多くなってるんだけども、それ以上に YouTuber が増えました。もうアホほど増えました。多分10年前がね1とすると、今ね YouTuber の数って多分1万ぐらいな、ね、ほんと1万倍ぐらいになってるんじゃないのかなって思うぐらい、そんぐらい増えてると思う。視聴者で言うとね、多分ね、まだ100倍とか500倍とかそんなもんぐらいだと思うんですよ。もうすごい感覚値だけど、それは感覚値。でもそれ以上に YouTuber が増えまくってる。しかもね、また面白い YouTuber がね、多いんですよ。昔の感覚で言うと、動画さえ出してればね、もう絶対的に再生回数も登録者数も右肩上がりだったんですよ。絶対そういう時代があったって方いらっしゃると思います。7、8年前も少なくともそんな感じじゃないかな。もう結構雑な動画ね、もう30秒とか1分で終わる、うわー今日は楽しかったなー、
うめえ、これ今日新発売だよ、これうまいからみんなも飲んでみな、みたいなね。そんな動画でもね、もうグン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 ね、上がってたんだけども、今ね、みんな面白い人いるし、そのまだまだ登録者数が、ね、伸びてない人でもすごいクオリティなんですよね。だからどんどんね、やっぱね、あれこの人面白くないな、あでもこの人面白いみたいな、すごい人たちがいっぱい現れてきて、どんどんそっちの方に移っていくんですよね、その力を抜くと。だからあの今 YouTuber はもう力ね抜くってことはなく、もちろん抜いてる動画もあるけどね、ある程度抜くよ、ゆるくやっていくよってチャンネルもあるんだけど、ある程度はね本気で作ってます。ほんで今ちょっと突き当たるのが、このカズチャンネルの方向性についてでございますね。今ちょっと大きく分けると、まあレビュー系、ほんで旅行系、そんでキャンプ、ほんでまあちょっとこんな風な感じで、あのトーク系のやつも最近増えてきたし、ほんで昔からやってるやつだと DIY、 まあすごいね幅広いっていうか、ちょっと珍しいんですよね、マルチ系っていうのかな、ある意味まあマルチ系のやつで、まあある程度何でもねそつなくこなせるタイプみたいな。他にもチャンネルで言うとカズ飯があったり、ゲーム専門のチャンネルがあったり、ほんでちょっとね最近まあバラエティとかあんまやる向けじゃないんだけど、ちょっとバラエティ寄りのカズさんの村プラス、カズさんが軸で出てないっていうチャンネルそういったこともやっております。ほんでまあある意味でチャンネル分けるっていうのはリスク分散でもあるんだけども、なぜこのチャンネルを分けるのか、ちょっとその話ちょっと YouTuber 向けかもしれないけどね、なんでチャンネルを分けるのか、カズ飯っていうチャンネルあるでしょ、ほんであれ料理中心にやってます。料理中心だから、その料理に対して興味がある人、もしくはちょっとおこがましいけどカズさんに対して興味がある人が登録してくれる、見てくれてるって状態なんですよね。だからその中でいきなりね、あの自作 PC 組み立てますっていう、カズ飯に上がったらどうなります、多分ね、何いきなりみたいな、まあとりあえず見んけどみたいなね、多分再生回数がガクンと下がる感じになるんですよね。だからある意味そのジャンル特化って強いんですよね、ある程度再生回数とか、あとねその登録してる視聴者さんに沿ったものがアップできる、それすごい強みだと思うんですよね。ほんでそれを考えた時に、ちょっと今回新しい試みというか、もうこれ以上増やすことはないかと思ってたんですけども、新チャンネル、今回作ろうかなと思っております。まあただ新チャンネルをくら替えするみたいなもんなんだけども、カズ旅というやつ、ありましたね。ほんでカズ旅、なぜ続かなかったのかというと、そもそも再生回数が少ない、だから動画作るだけね、なんだろう、めちゃめちゃ時間取られるんだよね。ほんでその時間があるんだったら他のチャンネルの更新した方がいいんじゃねえかとか、あとは結婚してね、あのそもそも旅行だけのなんか、ね、Vlog みたいな、ね、撮る機会が結構減ってしまった、なんかいろいろそういうのもあったからカズ旅の更新はやめてたんですけども、今回そのチャンネルの動画も全部削除しようかなと思って、気持ちよくもう全部削除して勝村工務店というチャンネルに変わる予定でございます。勝村工務店で何やりたいのかというと DIY 系のチャンネルでございまして、最初の頃ねめちゃめちゃやってたんだよね。ただあのマンションとかに住むにつれて、いろいろ無理して DIY やったりとかもやってたんだけど、めちゃめちゃねマンションの一室でやるってめちゃめちゃやりづらかったし、あの他にもね編集してくれるスタッフが増えるっていうこともあって、ついには風呂場で DIY をし始めたりとか、まマジあのもうできないよみたいな状態にあったんですけども、今ようやくできるようになったんですよ。ほんで結構ねやりたいことがいっぱい出てきちゃって、待てこれと、ちょっと自分のねチャンネルも変化の年だから、まあカズチャンネル変化というかさ、カズチャンネルから DIY 系の動画がなくなるってだけで、それが新チャンネルの方にアップするってだけで、まあそんだけでございます。まあでもね新しい試みなんですよね、自分の中ではすごいねワクワクしております。まあなかなかねその頻繁に動画をアップロードっていうことはできないとは思うんですけども、自分の中である程度、そしてなんだろう、専門チャンネルだからこそちょっとね細かいやつでもあのサムネタイトルにしやすかったりとか、やっぱこれ YouTuber あるあるだと思うんですけど、あのどういうサムネとタイトル作れるかなみたいな、ある程度引き作らないといけないし、どうするといいかなっていうのがあって、 DIY ってまあ机できましたドーンみたいなのはいいんだけどさ、ペンキ塗りましたとかさ、またちょっと違う面白さってのあると思うんですよね。それをメインチャンネルであのいっぱい更新するってまた違ってくるんじゃないのか、
というわけでの新チャンネルということです。まあちょっとね、またカズチャンネル新しく一歩をね踏み出したみたいな感じでは自分では思ってるんですけども、また何卒ですね、こちら本家カズチャンネル、そしてあの勝村工務店とも、皆様よろしくお願いします。ほんで勝村工務店の方ではですね、まあ工務店っていうからにはスタッフもねいるかもしれませんので、もしかすると私の出ていない回ということで、エリちゃんのお父さんね、エリパパ常務、常務と呼ぼう、エリパパ常務とエリちゃんのコラボのなんかやつもあったりとかいやまさかね、いやほんとね、みんな仲良しなんですよね。エリちゃんのお父さんお母さんともあの仲良くうまくできてるかなと思います。ちょっと変わったね義理の息子にはなりますけども、まあそんな感じで楽しくやっていこうかと思いますので、皆さん何卒よろしくお願いいたします。ほんでまあこの動画を見てくれた YouTuber の皆さんですね、ありますよね、ほんと自分のチャンネルどう変化しようかと、私は一番リスクの少ないやつにしました。一番リスク高いのがもうガラッとチャンネルの方向性を変える、そう一番リスク高いっていうか、そういうやつね、そういう風にしないといけない時もあるとは思うんだけども、あのマジ注意必要です。カズ飯チャンネルがいきなり旅行チャンネルになるとかね、マジそれめちゃめちゃ私はおすすめしない方法なので、徐々にね視聴者さんを慣れさすみたいな感じの方向でなんかやっていくといいんじゃないのかなと、これが思い当たる節のある YouTuber さんはね、少しずつ変えていくのが一番いいよと思いますので、はい、 YouTuber の皆さんはそのようにしてやってみてください。私は新チャンネルという方向を選びました。というわけで本日はこんなとこで、またお会いいたしましょう。勝村工務店でも。バイバイ。